はい、前歯の部分矯正治療、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今こうアンケート書いていただいたんですけれども、はい、いくつか質問させてください。お願いします。はい、お名前教えてください。お名前佐藤です。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。年齢が22歳。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間。動かして期間が、6ヶ月ぐらいですか。やった期間は8ヶ月なんですけど、そうそうけど期間がね、ちょっと会えちょっと来れない時期とかね、あったんでね、まあ、なんだかんだ半年ぐらいっていう感じなんですよね。はい、ありがとうございます。で、上をやってたんですよね。はい、で、そもそも、こう、上の部分矯正したいなとか、しよっかなと思ったきっかけを教えてください。もともと矯正やってたんですけど、うん、やってたんですよね。でもちょっと後戻りが気になって、前歯がちょっと出始めちゃって。こう、ちょっと出っ歯みたいな感じになってしまって、ちょっと口を閉じたりとか笑うことに抵抗が出てきて、ああ、なるほどなるほど。矯正またやりたいなって思って、なるほどね。一番最初にやったのっていつですか？小学校。小学校の時ぐらいに一回やって、その時歯抜いたりとか。まあ抜いてはない。抜いてはない、抜かないでやって、はい、中学校ぐらいで終わったんですか？終わって、なんかあのリテーナーというかこう入れ歯みたいなやつ。はいをやってたんですけど、うん、ちょっと途中でリタイアしてやめてしまってやめちゃったらずれ始めちゃったってことですか？そうですね、合わなくなって。なるほど、それが高校ぐらいでしたっけ？高校から大学まですると、うん、じゃあずれたけど、はい、その時は相談とか行かれたんですか？まあ、あの、歯のお掃除には行ってたんですけども、うん、ど検診、うん、そうですね、相談、矯正については何も触れずって感じで。なるほど、で自分の中でまだタイミングじゃないなって感じだったんですか？いや、やりたいなって思ったんですけど、うんうんうん、やっぱ自分の稼いだお金でやろうかなっていう気持ちもあって、なるほどね、社会人になったかなっていう気持ちもありました。じゃあ社会人になってから調べ始めたんですか？もともとちょっとずつは調べてたんですけど、その私の好きな、うん、あの子がやってて、うん、ここでね、たまたまやってたんですよね。気になるなって思って来てみました。うん、なるほどなるほど。それで来ていただいていろいろお話をして、まあいざまあスタートしたんですけど、来ていただいて話して、じゃあやっぱりここでやろうと思って決めてて何ですか？決めては短期間でまず終わる。ああ、なるほどなるほど。なんかお金的にもありがたい金額で、まあ、全体強制ほどお金かかんないです。そうですね、はい。ね、あと、うん、すごい院長先生が気さくで優しいなって思うんで。ありがとうございます。これはあれですよね、思っていただいてちゃんとね。あ、本当に思って。僕言ってくださいって言ってないですよね。言ってないです。思っていただいて、はい、ありがとうございます本当に。ありがとうございます。で、じゃあまあやってみようかなってここで、はい、ってなって、いざスタートしたんですけど、はい、スタートする前に不安だったことって覚えてます？不安なことは、本当に戻るのかなとか。あ、なるほど。自分の理想通り。ちゃんとこうキュッと。微妙なその手守りになるのかな、そういうのもあります。仕上がりがちょっと不安だったんで、はい、ちょっと不安だったんで大丈夫かな、この人みたいな。できると思ってたんですけど、ちょっと自分の中で不安だった。で、実際どうですか、部分矯正やる前とやった後で歯並びは。歯並びすごい綺麗になってこうなりました。なりました。聞こえました。嬉しいです。笑みがこぼれます。ありがとうございます。いや、結構満足度高めですか？割と、なんか本当にこうやってうちにへこませたかったので、うんうん、理想通りになったなと思いました。じゃあその思ってた不安は払拭されました？払拭されました。ありがとうございます。前歯の部分矯正やる前とやった後で気持ちの変化、はい、どうですか？笑った時に、うん、思いっきり笑えるし、なんか横顔すごい気にしてたんですけど、あ、前歯、前歯とかが、まあ、それ気にならなくなったりとか、なるほどなるほど、あと口を自然に閉じれることが増えたなって思って、うん、自分に自信がついたなった気がします。じゃあその高校大学の時は写真もちょっと結構口を閉じることが、あ、なるほど、口閉じて笑うみたいな、口閉じて手も押さえちゃって笑っちゃったりとか、そういうのが割と歯を見せない、見せない、もう見せない。なるほど、はい、っていうのがまあずっとそうだったけど、今はもう笑った時思いっきり笑えるようになったり、はい、口元を手で押さえることが少なくなり自分に自信がつきました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。じゃあ生活の変化どうですか、こうやる前とやった後。
なんか前まで物を噛めるようになったことが、前はちょっと開いてましたもんね、はい、ちょっとね、はい、お肉とか、ね、そうですね、うん、なかなか噛めなかったんですけど、うん、ちょっと噛めるようになって噛み切れるようになった前まで、あ、よかったよかった、自然と口を閉じれるようになりました、そこが本当に嬉しいです、笑いとかんない、はい、そうなんです、ありがとうございます。じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけど、はい、どうしようかなってこう一歩踏み出せない状態、こう調べて、はい、どうしようかなっていう人にメッセージというか、はい、お願いしたいんですけど、いろいろ考えることあるかと思うんですけど、うんうんうん、やった後にすごい、なんだろう、自分、本当に自分に自信を持てるというか、口に対してもなんか考えることが少なくなって、あ、なるほどなるほど、いいこといっぱいあると思うので、ぜひやった方がいいと思います。ありがとうございます。じゃあ、最後に前歯の部分矯正ね、上をね、ワイヤーで、まあ、半年ぐらいかな、まあ、全部入れちゃうとちょっと、8ヶ月ぐらい、かかっちゃったけど、まあ、振り返ってみて、前歯の部分矯正はやってよかったですか？あ、やってよかったです、本当に。やってよかったですか？とってもよかったです。あ、はい、本当ですか、よかった。ああ、そう思っていただけて、隙間がもうへっこんだことがすごい嬉しかったです、うん、こう噛んだ時にね、はい、ちょっと隙間がね、あったんですね、じゃあもうやってよかったということで、はい、ありがとうございます、言わせてないですよね、あ、言わせてないです、ね、全然思っていただいてとてもありがとうございました、じゃあ質問以上になります、はい、ありがとうございました。